なんだいこれ、殺戮ショーでも始まるのかい。やっぱり手からビームでも出せれば楽だったよね、これ。待てよ、手からビーム。僕の力はそうじゃない。なら僕の能力は。そして今手にあるもの、気が進まないけどやるしかないか。いいかい、リヒトクライスの執行官、聞いてくれ。こうなったらお手上げだ。今から僕は自滅覚悟でこいつの封印を解く。よまいごとを。その本の封印はあなたなどに関係ない。関係ないんだ。僕の能力、それにより呼び出すこの本の獣をね。お前はそれに食われるんだよ。何を。危険です。今すぐそれを話しなさい。僕だってこんなことしたくはないけど、見逃してはくれないだろう。ならやるしかない。呼び覚ませ。すさまじい権限。こうなったら、おい、聞こえてるか。法廷に封じられしアジダハーカン、しっかりしろ。さっさと出てくるんだ。そして僕に力を貸すんだ。なんて威圧感なんだ。人間が封印が解かれたというの。これが封印されし混沌の獣、アジダハーカ。ご登場痛み入るね。僕の声に応えてくれるなんて。さあアジダハーカ、僕たち二人の初の共同作業、ここから脱出だ。そのような悪事がまかり通るとでも。我が名とリヒトクライスの威信にかけ、賊を生かし返すわけにはいかない。その命この場でもらい受け。すごい威力だね。ぶつけ本番の割にうまくいったものだ。触っても平気か。いい子だ。これでなんとかしのいだか。これだね。こいつのために僕の力はあったんだね。まだです。勝負はついてない。さすがリヒトクライスの執行官、やはり簡単には終わらない。だがこれで僕の目的は達成される。倒れる君の横を抜け、この扉の示すラインを通れば、はい、おしまい。さようならお嬢さん、今夜はこれで引かせてもらうよ。ああ、戦いの結果なら僕の逃亡不先輩ってことで構わないから。待ちなさい。なぜ私にとどめを刺さない。なぜって、
変なことを聞くんだね。とどめを刺す理由がない。君に会っても僕にはないからだよ。そうだ、それなら君の命の代わりとしてこれをいただいていくとしよう。所有者はアーデルハイト様と言ったっけ。お題の話は君から伝えてくれ。自分の命の代わりに本は持っていかれたと。いささか屈辱だろうけど、多分君が生きている方が喜ぶと思うよ、アーデルハイド様も。あなたはその獣と血塗られた道を選ぶのですね。血塗られた道か。そこに夜の真理が見えるならそれもいい。さあ帰ろ、アジダハーカ。本に戻るんだ。姿を消して本に収まるんだ。じゃないと帰れない。君は僕の言うことを聞けないのか。思うだけで動くのは緊迫した場面だけか。おい、帰るぞ。部屋中のものをなぎ倒してきている。早く姿を消してくれないか。君は何なの、あの賊。